人面犬は人間の顔を持ち言葉を喋る犬に関する都市伝説。この噂は1989年から1990年にかけて主に小中学生の間でマスメディアを介して広まった。その目撃例は大別して以下の2種類に分かれる。他にも、勝手だろう、うるせえ、なんだ、人間かなどの捨て台詞を言ったカップルに対して 下品な言葉を吐いた、6メートル以上をジャンプした、などのエピソードがルフされた。非常に足が速く、高速道路上の車がこの人面犬に追い抜かれると、事故を起こす人面犬に噛まれた人間は人面犬になってしまう等の噂も立ち上った。顔は中年男性だとも言われ、妖怪研究家山口敏太郎はリストラされて自殺した中年男性の怨念が犬に憑依したものか、 としている。その正体に関しては、妖怪の類、遺伝子操作による、生物兵器、T 市という土地でのバイオテクノロジー実験による、産物、環境汚染による、突然変異説などが、各々の,の,のシチュエーションにマッチした派生を伴い語られた。霊的なものであり、強い霊感の持ち主にしか見えないなどの設定もついた。月刊コロコロコ,ロコミック1 9九十年十月号に、 竹村義彦の読み切り漫画、人面圏太子が掲載された。人間の顔を持つ犬の民間伝承は、少なくとも、江戸時代から存在する。石塚法会氏「外談文文修行より、犬山人面区江戸時代の文人、石塚法会氏の著書、外談文文修行によれば、文化7年6月8日に、江戸の田戸町で、 あるメス犬の産んだ子犬の一匹が人間そっくりの顔であったという。一人の工業主がこれを聞きつけ、早速人面犬の見せ物として売り出したところ、オスなオスなの大人気となった。当時、梅毒患者はメス犬と成功すると治癒するとの迷信があり、その結果、生まれたのがこの人面犬だと噂された。同じく、江戸時代の文人にして、水戸藩士の加藤エイビアンの著書。 我が頃もによれば、文政2年4月29日、日本橋近郊で生まれた子犬が人面と言われ、江戸中の評判となって見物人が詰めかけた。エ英ビアンが見物人から聞いた話によれば、猿のような顔つきだったという。また河原版によれば、前足が人間の足だったという。中国の北魏時代の当期ブラジルには、ロビスオーメンという狼男の伝説がある。ロビスオーメンは、 男の顔をした狼で十字路の影に潜み、それに噛まれた人間もロビスを面になってしまう。都市伝説に現れる人面生物としては他に剣や人面魚がある。伝説上の生物の中にも人面シシマンティコは、エジプトのスフィンクス、ギリシア神話のオンナメントリミハーピー、ヨハネモクシロクに登場するバッタなどが古代より存在した。メキシコ西部。 ゴリマ州などの遺跡からは人間の面をつけた犬をかたどった中空など製品が出土している。ありがとうございます。